はい、こんにちは、タートルです。いやー、マジでね、来週日曜日に、11日東京オーディションサスケ受けに行きますんで、そのためにね、ちゃんとプッシュアップをね、練習しとこうと思います。ということで、まあノルマ100回だったかな、まあわからないんだけど、違うこともやるかもしれないらしいんだけど、ちょっとね、100回できるようにね、練習しとこうと思います。ということで今日はね、よくインスタに載ってるガクトの G 腹筋じゃないよ、 G 腕立てかをやってみようと思います。 G 腕立て言いにくいな、カモは G 腕立てからこれぐらいからこんな感じでしたよね、あんな感じ。さあ、ちょっと何回できるかなっていうかね、最近この2日間このプッシュアップばっかやってるんですよ。なんでいけるかな。おっしゃ、すごい、だー、今100回今100回いったんですね。それとりあえず100回こっからだね、こっから行こう。だー、110っすね、今110。はい、きつくなってきましたよ。もう120でしょ、120。よっしゃ、へい。だー、へい。130ね、130。よっしゃ、行こうか。さあ行こうか。くっ、へい。へい、140。へい。150ね、今ね。さあ行こうか、まだ行こうか。ダー、へえ、160きたね。さあ行こうか、あと40、あと40。あと30。ぐー、おっしゃ、あと20よ、あと20。来たよ。あと20でもやれるよ。だー、よっしゃ。あと10。よっしゃ、行こうか。ラスト10。えい。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。よっしゃ。はい、お疲れした。いやー、マジで。いや、お疲れした。とりあえずね、G 腹筋200回、とりあえず行きました。いやー、来週に向けて、日々ね、高レップなプッシュアップを、ベンチプレスじゃなくて高レップでやっていこうと思います。また、ご報告します。視聴者、皆さん、ありがとうございました。